何が出てくるか。あ、え、嘘でしょ。じっちゃん,ゃんはい、どうも皆さんこんにちは動画ぶっとついてです。あ、今回は動画再生していただきありがとうございます。この動画のリアクションの動画となっております。必ず今回取りつかんで、本編ご視聴者と一緒に再生してお楽しみください。というわけで今回大の大冒険第8章こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。 前回、えー、見事大君がですね、クロコダインの襲撃を退けまして、まあ、目を攻撃して片目潰したことによって、まあ、退けるというか撤退したわけなんですけども、まあ、その中でね、またマームとの出会いがあったり、そしてマームが正式に大とポップと仲間になって旅をすることになったりとあったわけなんですが、まあ、その裏でね、えー、クロコダインと同じようにちょっとあっち側の幹部のザボエラだっけ、えー、その男がですね、今度クロコダインかなんかをちょっと消しかけるような形で、 なんか渡したことによって、まあ、先週の予告だとクロコダイン率いる十魔軍だっけなんかその獣たちの軍団が、まあ、多分これから大軍たちが訪れるお城かなんかその国かなんか、まあ、襲いますよみたいな感じの予告で終わった感じだったので、まあ、今回そこら辺がどうなっていくのか、まあ、今回大軍たちがクロコダインとの決着がつくのか、まあ、そもそもあの十魔軍みたいなのが襲撃すんのがあのザボエラの作戦じゃなくて、あれと別になその渡した何かを使ってね、まあ、クロコ ラインがまたさらに強くなったりして、まあ、予想外の展開が待ち受けているのかなどね。まあ、そこら辺気にしながら、今回見ていきたいなと思っております。皆さんも録画したもの、もしかビデオンでも使ってですね。一緒にお楽しみください。それでは、スタートです。いや、マジいうた、この歌。<laughs> オープニングに字幕があるのも前回も言ったかもしれないけど本当に本当に。もうこれ声出して歌っちゃうよね、録画してなかったら。見てる人とか歌ってる人多いんじゃないあのもうゴメちゃんが気になって仕方ないよ、あとは。ゴメちゃん何者なのなんでさ、あの子はさ、そのモンスターとして凶暴化しないんだろう なんか金色のただのスマイル。あとその今のイケメンは誰まだ出てきてないよね。けどなんかパーティーメンバーって感じもしないんだよな敵なのか違うか。戦ってる相手で出てこないもんないないよね。いないね。何者なんだあの、 レオナ姫的な扱いなんすかねいや、ほんといい歌詞。さあ、始まりましたよ。百獣総進撃ね。いや、あの数のモンスター、なんとかなるん そんくらい前回の予告にいた気すんだけど。あ、こっからなんだ。結構戻って始まるよね。この朝のアニメって。しかもちゃんと卒業しております。素晴らしい。マームってすげえ頼りになりそうなお姉さんって感じなんだよね。イメージ。 そしてその尻に惹かれるんじゃないかなって思うのが <laughs>、ポップだわ。しかもこの二人がすごい田舎になりそうな空気があるんだよな、前回から。なんだ。不穏な感じ。夜。ただの夜か。あ、到着したの。道中は特に何もなくなんだ。 ま漫画とかだとあったんだろうね。夜は会えないって。しかも王様に会いに来たんだ。しかも最初にそんな神聖なく会えるもんなのかい。まあそれは当然だと思う。これ、これ結構古いね、演出が。 デタラメじゃない <laughs> ああもう打算的だねいやものすごい分かりやすい宿屋さんさあ壺割ろうぜタンス開けまくろうぜ バカにしてんねもうそんなんじゃ家中の壺割るよ。奇遇え勇者あれじゃない最初に出てきたさ、偽勇者ご一行じゃない いや、積極的。しかも夜中にやめて。いや、絶対そう、絶対そうだわ。<laughs> これが仮に本当に勇者だとしてさ、こうやって来られたら嫌だよね。夜中に。いや、だから、気づき。 ほら来たやっぱり絶対そうだと思った <laughs> なに何こいつらずっと出てくるパターン <laughs> ええー、モブじゃなかったんだ。あ、ゴメちゃんも怒ってる。いや、この子ちょっと可愛くないけど。この僧侶可愛い,い。 本当に本当え、怪しくねも最悪じゃんか。<laughs> <laughs> 適当って。詐欺一味じゃんか。 これ、あと何回、この三人と会うんだろうね。そのうちガチで助けてくれるパターンとかありそうな気がする。あ、怪しい雲行きだね。あ、来た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 。かっこいい。かっこいいんだよな、敵なのに。男なんだよ。 クロコダイン。うわあ。やっぱ、そそのかされたことによって、ちょっと卑怯な手使っちゃう感じそれがやっぱ、送信劇のことなのかなドラキーね。いや、この数は無理じゃねえけど。え ああ、そういうことか、びっくりした。いや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 。モンスターハウスよりやべえぞ。ええー、もうこんなとこまで入ってきちゃったの。これ、やばくないクロコダインさえやっつければ退散してくれんのかな 寝巻き姿。<laughs> お前らも手伝えよ。手伝えよ。<laughs> すげえ数。やばいやばいやばい。行かないとお城に。 みんなまだ着替えてないぞ。ああ、懐かしい。こんなのもいたね。ああ、覚えてないな。そうだよ。なんとか、どうする立派。立派な王様。 いいよ、頑張ろう何か秘策はないのかその奇跡が大君ってことかなクロコダインでしょいやちょっとあの目の切り傷がかっこいいんだけども敵ながら。 そうねターゲットいやポップお,いお,いお,い、まあ、お前らには期待してないけどポップは ちょっとポップくんえなんでこのポップが人気あんのかまだわからないな。すごい人間味溢れちゃいるけどさ。さすがにこの場では。ええー それはないぜ。いやー。はあなんだ、トップにもなんかいろいろあるのか。 いや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 、ちょっと待ってくれ。ポップさん。いやー、そこを殴られてもしょうがない。しかも壁にあんな。ポップは銃のダメージを受けたって感じだね。いや、そりゃ泣くわ。その通りだよ。 もう、ここはマームが正しいと思う。何やってんだよ、こんな団結しなきゃいけない時に。ポップ。ちょっと。さあ、はい,い、ようなさんね。 ああ、懐かしい、このイノシシみたいなの。てか、ダイ君、一人で突っ込んでっちゃったのも、それはそれでちょっと。王様。オッケーオッケーオッケーオ,ーケ,ーオーケー。間に合ったね。あの子ですよ。来てくれたんですよ。あなたのために。 そんな成長感じ取れるかなあ、見てる見てるあ、まだ使ってないんだあの百獣総進撃を起こしたのが切り札じゃないんだ。えぇ、ー、ただでさえ強いのに。がんば。 魔法から、うまくいってるしかも。おう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 おおいいじゃん聞いてんじゃないあ、当たってはいなかった。どうよ。えへん。<laughs> 気持ちいい。<laughs> お言うね。 あなた、白色だね。やっぱクロコダインかっこいいなあ、マーム来てくれた。べ、ホイミあ、来た。ダメだよ。 そこそこ。なんだ弱点第二弱点あったっけ魔法だ。ああ、はい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 。ああ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 イあル,ルとかなんかそんなやつあったよね。 じゃ、なんか入ってるの来た何が出てくるか。あ、え、嘘でしょじっちゃん <laughs> それはないだろう。しかも島出ちゃってるから。マジで、ちょっと待って、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 待って。って倒さなきゃいけないの。 え、いやそんな運命なのやだやだやだちょっと待って。倒す運命にはなりたくない。いや、ちょっと待って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 。やばい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 。え、どうするあ、マーム知らないもんな。 クソ野郎じゃんクソ野郎だけど頭いいねああ混乱系だったっけえー、倒すしかないとかやめてね これは、ちょっとめんどくさい状況になったぞ。いや、だいこれは倒せん。これは、あれにまた戻すのがいいんじゃないイルルで。持ってないのもう。ダイは。あの、使った時に持ってたやつ。殴れんよな。 そう、なんせ、だって親じゃん。縛るとか。なんとか。お、お、おおああ。どうすればいいのずるいって、ずるいって。<laughs> どうなの自分が倒せなかった相手が他に倒されちゃうの何を思うああ、そういうことね。 あ結構あれだね、この中では出し抜いたり、競合社会ではないんだね。結構結託してるというか、足の引っ張り合いはしない感じなんだ。いや、クロコダイン本当それでいいのか今の感じ。ちょっと違うんじゃないなんか思うとかあるんじゃない いや、ずるっああ、もうダメだクロコダイン嫌いになったはい、はい。はい、終わりー。クロコダイン、あなたはもうダメ。もうちょっと武士道的なものを感じたのに。いやー、そこほんと。これどうすりゃいいのこんなに言われたらマームだって。 おお、来た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 、俺が言いたいこと。<laughs> それ、ほんと、何が重要だ、バーカ <laughs> 本ほんと、ほんと。そんなんでいいのかよ、お前。ただのワニじゃねえかよ、これじゃ。 ええー、ファックチクショダメなのかお前見損なったよサボエラはもっとクソだ <laughs> <laughs> まあやっぱあるんだね 足の引っ張り合い的な感じしてるんだ。チゃろうって <laughs> あ。あやっぱりそうなるのね。それをやっぱ取り上げて使うんだ。大君が入れれば大君のあれにならないのかな 負けるモンスターってことになるかならないか、外では。行け行っとけダメかダメか読まれてたかあの、ドラゴンとか出した時のあれは持ってないの入れ物は。 おいやいやいや、自分は目やられたとき逃げたくせに、それはないぜ。死儀ああ、なんか黒子体てなんか似てんなと思ったらザーボンだわ。 いやいやいや、すげえ技出してきたけど。大丈夫なんこんなんくらって。ポップポップ本当に動かずそこにいたんだね。俺、来てくれると思ってたわ。今の瞬間とかさ、本当ね本当にやばいとこに飛んでくるかと思ったのに。もう、なんでやるようにいいんだよ、あいつ。 じゃねえ。よよお前それでいいのかよクロコダインねえもう <laughs>、イラつく。ポップにしても、クロコダインにしても、ちょっと自分が思ってたイメージと違う人たちだったから、ちょっと悲しい。まあ、ある種、ポップは人間臭いっちゃ、一番人間臭いんだけど、 一緒にいたさ、大君があんなことになってんのに、助けに駆けつけないなんて、しかも女の子のマームが駆けつけてんのにだよ。ちょっと情けなさすぎるだろ、いくらなんでも。なんもできないならわかるけど、少なくともアバン先生のもとで修行してて学んでるわけじゃん、魔法とかさ。三 <laughs> 人いればなんとかなったかもしれないのに。 で、クロコダインマンナーおじいちゃん使わないでよ。こうやって来週おじいちゃん倒さなきゃいけない展開とかほんと嫌なんだけど。まあ、けど一応筒があるから封印さえできればね。ワンチャンあるんだろうけども。やだよ、ほんとおじいちゃん殺す展開は。で、あの技を二人とも食らっちゃったから、こっからどうなるかだよね。あんだけ必殺技っぽいこと言ってんだからさ、結構。 やばいんじゃないの二人とも。あの、偽物の勇者一行が助けてくれるとも思うしな。いや、こっから先の展開が全く読めないんですけど。はい。というわけで、えー、今回大の大冒険ですね。8話見させていただいたわけなんですけども、皆さんが今回のエピソードで感じた感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。えー、以上、動画も撮影お送りしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。